西勘次郎から1912年2月28日は、日本の陸軍軍人、教育総監、両党守備軍司令官、軍事参議官等を歴任する。神は、陸軍大将制に、訓位投降一級死者薩摩藩士、西太郎兵衛の長男として生まれ、幼少の頃から島津久光の下に仕えた。母親戦争、とは、伏見の戦い当天戦士。 明治4年7月、陸軍に入る。初任は、陸軍中尉で五神兵二番大隊付を命ぜられた。同年12月、陸軍隊員に進み1873年12月、陸軍少佐に任ぜられる。1874年の佐賀の乱には、政党参謀として出征。続く台湾出兵にも従軍死1877年の西南戦争では、 別道第一旅団参謀として参戦するが、この時負傷する。その後、この江幕僚参謀、参謀本部間東局員を経て1881年2月、不評第11連隊長に就任し、翌年、陸軍大佐に進む。大佐として、名古屋賃大参謀長、東京賃大参謀長、参謀本部第一局長等を経験し、1889年8月、 陸軍少将に任ぜられ、不評第11旅団長に、補えされる。翌年6月に、不評第2旅団長に移り、この時日清戦争に出征する。この戦役では、産地源氏中常識の元金州、旅順、多少代を攻略し、その功をもって1895年8月、男爵を授けられ、家族に劣せられる。1896年5月に、 一海英占領軍司令官となり、同10月、陸軍中将に進み、野木マレスケの後任として、第二師団長に就任する。1904年2月の日露戦争に出征思考を、挙げ同年6月に、陸軍大将に進級する。同年9月の両党守備軍司令官を経て1905年5月9日、陸軍三頂官の一角教育総監に就任する。翌年4月には、 高一級禁止勲章を受章し、1907年の伏見宮さなる新皇の統合にあたっては随意を仰せつけられる。帰国後の9月死尺に昇尺し、1908年の軍事参議官の後1911年3月交尾役となる。1912年2月28日皇居。没後に勲一等局日東下大受章を贈られる。母書は、 東京都港区南青山、青山霊園。ありがとうございます。